天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは。天才ピアニストの竹内です。ますみです。さあ今日もお差し入れたくさんありがとうございます。はい、ありがとうございます。オスカルさんから元気の玉4つ、 おいしい棒4つ、うん、お疲れ様の花束。あ、オスカルさんたくさんありがとう。猫ナースさんからコーヒーとおいしい棒。はい、猫ナースありがとう。ファルコンさんからおいしい棒3つ、元気の玉3つ、うん、ファルコンさんありがとう。みかんちゃんさんからコーヒー3つ、みかんちゃんさんありがとう。北の助け人さん、おいしい棒3つ、元気の玉3つ、うん、北の助け人さんありがとう。おつぼねーぜさん、コーヒーおいしい棒2つ、元気の玉。おつぼねさん、ありがとうございます。おいたちさん、コーヒーとおいしい棒。おいたち、ありがとう。ターコイズさん、おいしい棒18本。ターコイズさん、ありがとう。そしてうどん県主導権さんから、わー、いいですね、おいしい棒2つ、元気の玉2つ。うどん県主導権、ありがとう。いい、踏んでます。人見知りさんから、おいしい棒3つ、元気の玉3つ。人見知りさん、ありがとう。梅大福さんから、元気の玉おいしい棒、うん、梅大福さん、ありがとう。ムーミンママさんから、おいしい棒6つ。ムーミンママさん、ありがとう。ピアニスミさんから、元気の玉ということで、はい、ピアニスミさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。そしてお便りもご紹介したいと思います。紹介してーなー、ウニちゃん、花ペチャさんから、はい、おいしい棒と元気の玉、ありがとうございます。ありがとうございます。ムーミン公式ツイッターで、ほう、こんな一文が、うん、ムーミン族はお腹が弱い生き物、うん、もしかしてマスミさんってムーミン族？うわ、そういえばフォルムも似てないことはない。わかる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 。私ってね、うん、ムーミン族なんですよね。バレちゃう、仕方ない。これはね、バレちゃう、仕方ないな、うん、ムーミン族の中で一番キレてますけど、なんか世の中にムーミン族ってやっぱあの優しいやん、うん、一番ピリってるわ、ムーミン族の中では。合間を見つけては、そう、合間を見つけてはね、吐き出してる、そう、人を捕まえて切れている、うーん、そういった節はありますけれども、まあね、うん、フィンランド出身なんでね。ああ、まあね、もう民族かもしれないですね。みんなはフィンランド出身じゃないじゃないですか、あなた。はい、大和高だよ。スーパー大和高だよ。うん、まあフィンランド出身のキシリトールがもう好きです、うん、いや、知りませんけれども、それは知りませんけれどの詰め合わせですね、本当に。涙出ますわ。あかね、そんな涙出たからって。さあ、そして、元気の玉、ありがとうございます。なんと、沢竹屋の沢竹さんから。沢竹屋の沢竹さんから。沢竹屋の沢竹さん、うん、沢竹さんってね、あの、我々 KBS 京都ラジオのラジオのパートナーですよ。相棒ですから、はい、ね、相棒ですよ。そうですよ。いや、あったけど相棒っていう、なんかなかった、ロボットみたいな。それ相棒やろ。相棒や、相棒、相棒、相棒っていうのはあるよ、うんうん、放課後ボーイズのガヤマちゃんが相方たちに言うことよ。誰がわかんねえそれ。私の相棒はよって。知らんかったけど、それ相棒って言うね。そうなんや、うん、あ、知らんかった。覚えときましょうね、皆さん、ね、お願いします。覚えとかんでええわ。今すぐ忘れ、沢竹屋の沢竹さんからね、うん、気分の移り変わりはホルモンの関係でしょうか。状況は全く変わってないのに感じ方が日によって違ったりしますよね、うん、確かにそうやね、うん、わかる、めっちゃホルモン、まあそう、ホルモンのあれなんかな。ホルモンのあれめっちゃどうですか、その、うん、まあ言ったら生理周期みたいなのもありますけど、はいはい、なんか影響される、なんか今日嫌やなと思ったこと、明日なったら別にそうでもないかとか、あーとかもありますし、うん、ほんまになんかそういうイライラしてる時って一個一個がムカつくからさ、別にさ、はい、あの、ただ一個信号待ち一個でもなんか、はい、あーってイラッとするなーっていう時もあるし、そうそう、まあまあまあとか、うん、全然とか、ぶつかりかけて、うん、あ、すいませんって言われる時もあるし、うん、あるあるあるな、ある時もある。ぶつかる加減はめっちゃありますね。あるな、なんで私が受けやなあかんねんみたいな。そう、もうこっちがさ、肩をこうプーって動かすまで、プーなんや音、うん、肩をプーって動かすまでさ、うん、までな、向こうも真正面切って突撃してくる人おるやん。ある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 。でもそのちょっとも、ちょっとも避けといた、避けたらんとこうって思う日もあれば、うん、全然その無意識に触って避ける時もあるやん。うんうん、あるある。電車とかもね、ホルモンかな、やっぱり、うん、ホルモンちゃう。なんかさ、でもね、まあ、相手の対応にもよるじゃないですか、うん、なんかさ、結構まれに、うん、あ、すいませんってさっきパンって言ってくれる人おるやん。はいはいはい。気持ちええな、あれ。私、あ、それあなたなんや。うん、あれ全員あなたなんや。これね、清水さんか。私です。いや、それな、うん、ほんま大事やと思う。なんか、うん、あの、なんかもうぶつかられそうになった方が、うん、みたいな顔しちゃったら、ぶつかろうとした方もなんかごめんって言いづらいやん。そうな、んもうこれお互い様なことでね、どっちが悪いって、うん、もうどっちも正直多分悪いんですよ、うんうん、中にはあると思うんで、一方的にこっちだけが悪いって。あら、まあね、でもお互いがぶつかりそうなわけやからな。でも大概どっちも半々ぐらいであるから、あるからな、もう気ぃついた方が、すいませんって、うん、よ
言っていこう。でもな、それな、この 言うやん、うん、私も率先して言うし、あ、すいませんって、うんうん、だから言ったのに向こうがさ、なんか変な感じの時あるやん。 ある、言ってんのに睨んできたりとか、あれなんや、下打ちしたりな、うんうんうん、私もこの間駅やったかな、うん、あ、そうだけど、結構いかつい感じのお兄ちゃんやって、うん、当たりかけたよ、バンって、うんうんうん、で向こうがさっきすいませんって来たから、ニコニコ、あ、足、私な、突発的な時な、すいませんじゃなくて、うん、ごめんなさいって言うてもうね、あ、1個目なんや、ごめんなさいが、ごめんなさい1個目やねん、これよくないよな、うん、まあまあでもいいんじゃないですか、ごめんなさいって、ごめんなさい、うん、ごめんとか言うてもうわフランクフランキーやフランキーって誰かおるよな、リリーフランキーさん、あ、そうか、そうそうそう、なんか美味しそうやな、いや、フランクフルトやろもうそれフランキーな、フランキーな、美味しい美味しい美味しい、あれは美味しいけどね、ケチャップマスタードでいただきたいよね、なんか冷たい時冷めるよね、うわ、冷める、冷めてるからな、うまくない、うまくない、うまくない、ダメ全然ダメ、私がね取り締まってきますけどね、そうそう、だからホルモン、私はもうあの生理前とかもうダメです、イラついてる、ほんまにめちゃくちゃイライラしやすくなって、もう何とか現象がなくてもイライラして、うん、なんかそうテレビ見ててもなんかこいつほんまみたいな、なんかムカついて、私でもその自分が生理やからとかで感じたことないわ、うん、あ、そう、うん、じゃあ生理前は体調、まあ、ちょっと悪い、うん、お腹痛いとか、生理中な、そうそう、うん、前、まあ、直前とかもとか、ちょっとまあその体がさ、はいはい、変化あるもんね、けど、うん、それぐらい、その体だけ、別に精神的にはないな、なんか自分に余裕がない時に腹立ってる、うん、ああ、別にその周期関係なくな、ホルモン関係なく、うんうん、時間に余裕がない時、うんうんうん、はあって思ってる、なるほどな、でもそういう時もぶつかりかけ、時間に余裕なくてもぶつかりかけたら、うん、ごめんなさい1個目やから、うん、だから街でマスミにぶつかりかけてごめんなさいって言われてもね、うん、すいませんちゃうんかいと思わんといてほしい、怒らんといてほしい、そうしてほしい、うん、そうやな、やっぱ怒られたことあるんでね、謝る時ごめんなさいじゃなくてすみませんでしょって、まあね、それは上司の場合ってことですよね、はい、まあまあいいんじゃないですか、でも何がごめんなさいやって言われたことあるんでうえーごめんなさいごめんなさい、何がごめんなさいや、ごめんなさい断固としてディレレーよ、こいつ反省してないねってなるやん、なんのよ、なるわよ、でも口癖なんでね、ごめん、ああ、そうか、まあでも自分から謝るに越したことないね、そういう時は絶対そうよな、うん、なんかさ、歩きスマホみたいな人もさ、うん、はい、結構歩きスマホってもう完全懲悪とされてるやんか、はい、やけど未だに歩きスマホ側がみたいな時あるな、いや、そうやで、あ、なんでな、あれあれ良くないよな、もうだからあれかな、悪いっていう意識がもうない、うん、ないか、チャリンコ乗り、自転車乗りながらね、スマートフォンしてる人たまにおるでしょ、うん、あ、いるいる、めっちゃ危ないやんか、それ危ないよな、なんかまあそれするにしてもしたらあかんで、絶対あかんし、普通に警察とかに注意されるレベルやと思うんですけど、まあするにしても、うん、8割9割前見てたまに見るとか、うんうん、まあ100歩譲ってナビしてる場合あるやん、うん、ね、あるある、行き先が分からず、うんうんうん、っていうのでウバイスさんのとかみたいな、うん、とかやったらまああれはつけたらさ、け手は両手自由やから、うんうん、あれは大丈夫やと思うんですけど、うんうんうん、手に持ってこう見てる人に限って、はいはいはい、携帯8割前に割なの、うん、少ない、で全然こっち見てない、うん、こっち見てないというか前見てない、もうこっちがちゃんとしてへんかったら普通に事故ってますよ、そう、確かに全然人通りの少ないとこやし、うんうん、全然その混み合ってるとかじゃないけど、うん、確実に私があなたのことを避けたらんと、はい、もうまっすぐ来てんのこっちに向かって、ある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 、えー、えー、えー、ええー、と思ってなるな、でもうこれはもう直前お前が気づくまで、はい、避けたらんとこうと思って最悪吹き飛ぶ覚悟で、うん、おー、選んだことあるのよ、うん、直前まで、うわこれ結構な距離から私ずっとあなたがスマホ触ってんの見てるけど、はいはいはい、全然一回も前見えひんな、こいついけるかと思いながら、うんうんうん、もう猛スピードで車なんか来たら引かれんでぐらいの感じやねんけど、うんうんうん、全然前見えひんな、見えひんな、うん、あ、もうぶつかるぞぶつかるぞぶつかるぞ、最後まで見えひんかって、え、避けた、私が避けた、もうマジで前輪と前輪ガンってなる直前ぐらいまででグッて避けた瞬間ぐらいに初めて顔を上げた、うん、もうすれ違う横ぐらいのとこでパッて初めて顔を、何してんねやろな、でフラッてちょっとなっとんねん、こっちがそのギュッてこう切り返すみたいに、はいはいはい、避けたから危ない、そう、よくないよ、私もよくないけど、うんうん、よくないけどこっちはもう前向いてるから、うん、ちゃんと避けれるという思いでそれやってんけど、はいはいはい、やばこいつと思う、やのにさ、なんか向こうはさ、いやこっちスマホ見てんねんからそっち見れたやろみたいな感じのニュアンスやんか、やば、いやですね、何してんの、もうちょっと見んと前、なんかさ
お母さんとかがさ子供乗せててスマホって似てるわな、どういう意味って思うわ。似てるやし、子供後ろ乗せてんのにタバコ吸ってる人おるやろ。あ、おる。片手運転な。そう、うん、で煙も全部後ろ。いやそうよ、考えられない。アイコスやからええかやないでそうやね全然ダメ。あ、全然ダメよほんまに。いやまあそうね、家で吸う分にはあれでしょうけど、まあ、まあね、人間のあれですけど、うん、自由ですけども。そんな子供を目の前にとかさ、信号待ちでさ、うん、まあ、自分が行くやんか、うん、そしたら向こうから歩行者の大群が来るみたいな、結構人多い信号ってあるやん、はいはいはい、でその歩行者の大群がみんな歩きスマホしてて、うん、こっちは自転車やねんけど、うん、で極力こう避けていくねんけど、もう誰もこっち見てないから、まあ歩行者優先みたいなとこあるけどな。そう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 、うん、でもさ、あの言ったら自転車もさ、その端っこを通らなあかんわけやん、でも、うん、スクランブルとかなってたら、はいはいはい、そうスマホ持ったまま、自転車が通ってる方に来るみたいな、うんうんうん、歩行者が、はいはいはい、クロスしてくるみたいな、うん、ショートカットで、うん、みたいな時とかあるんですよ、うん、こうスクランブル通る時あるやん、うん、ナンバーとかって、はい、その時もうどうしていいか分からんもん、みんな見てないから前を、あ、歩きスマホな、どうすんねんっていうな。なんか留学生の大群とかも全然前見てないで、で留学生ってめっちゃ声でかい人多いんですよ。多いね、多いなんか、ね、偏見かもしれませんが、うん、まあ声ちっちゃい人もいると思うけどな、けどなんかそう留学生が嫌とかじゃないですけど、なんかそのベトナム系の人むちゃくちゃ陽気な人多いんか、うん、結構なボリュームでお腹から声出てる、わい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 やって全然見てなくて、うん、こっち自転車オーブレーキみたいなオーブレーキでその人たちと一緒にある程度のとこまで、うん、あの分かる分かる、つま先で歩行しながらその人らと同じ軍団みたいになってしばらく行くってことあんねんから。ありますあります。でもやっぱ歩行者優先やからリンリンもできひんし、うん、せやな、ちょっとどいてよみたいなのもできへんから一緒に行くっていうのありますよね。うん、どうしたらいいの？あるあるある、めっちゃある、ね、みんなも気をつけようね、ながらは気をつけよう、おやすみなさい。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？